超过150万本，由超人气小说、漫画故事改编而成的话题电影《奴隶区》，今夏在台隆重热映了。除了片中剧情用来挑战大家内心对于人性善恶的底线，跨海现身见面会的女主角成员蔡佳小姐也以一袭超性感的黑色小礼服挑战现场粉丝的心脏哦。特别练就到底国台语双声道的秋元小姐，不断让大伙惊呼连连，掌声不断。大家好，碎。我是周元在家，よろしくお願いします。近距离面对面与影迷进行互动的 Akimoto san 更是让全场感受到他无与伦比的亲和力呢。而究竟二度来台会粉丝的 Akimoto san 心里有什么悄悄话想要跟大家分享呢？就让我们节目直击后台，听听秋元小姐本人是怎么说的吧。随着电影《奴隶区》的上映，我们非常开心邀请到了女主角秋元才佳小姐 Akimoto san。 我们先请 Akimoto san 跟我们的观众朋友打声招呼。大家好，我是周元在家，来什么？哦，所以中文好好哦。别忘了，難しい，中文很难，还不到位。哦，但是讲的非常的正确，就是音准非常的棒 ，Scoey。那我们知道啊 ，Akimoto san 是第二次来到台湾，这一次呢，主要是要宣传电影《奴隶区》。那不知道说这次来到台湾心情如何呢？跟之前有什么不一样的地方？もっと台湾が好きになりました。前回はファンクラブイベントで来させていただいて、いろいろこう番組とかにも出演させてもらったんですけど、初めて自分の出た作品が海外で放映されるのが台湾なんですね。なのでプライベートでも台湾にこの前来たんですけど、より台湾を本当に身近に感じれて本当に好きになりました。那既然秋元小姐这么喜欢我们台湾，有没有特别喜欢我们吃的哪一种食物啊，或者是想要去台湾哪个景点逛逛的啊？大場所、九份はまだ行けてないから、綺麗、そう綺麗なんですよね。そう、日本のアニメのモチーフになった場所でもあるから行きたいんですけど、食べ物は火鍋とか薬膳鍋、黒い鶏、骨も黒い、そうそう、ウコッケーかな、なんだろう、そう、それの鍋を食べました。もう一回食べたいです。哇，这样子也好。如果这一次没有吃到的话，下次就可以因为太想念台湾的乌骨鸡，然后所以特地来到台湾，让我们的粉丝可以多见到秋元小姐。本当台湾の料理本当に美味しいし、スイーツも美味しいから、かき氷も大きいし、マンゴーがいっぱい乗ってる、アイスも乗ってて、あとなんか台湾で流行ってるって日本のインターネットで見たラーメンとプリン、あれ台湾で流行ってるのかな、なんか日本ではその食べ方が台湾で流行ってるって聞いたので食べてみたいな。まあ日本でもできるんですけど。哦，所以有试过了吗？泡面配布丁可以试试看。食べたこと。食べてない。在日本也可以试试看。じゃあ日本で開始。日本でできるからやってみよう。あでも怖い。我相信秋元小姐一定不会害怕，因为呢，我们看到《奴隶区》电影的上映，哇，剧情里面相当的大胆，表演方式呢也是哦，很多让我们看到胆战心惊的部分。像是预告片，我们就看到秋元小姐还舔地板，是不是？哇，好勇敢哦！所以啊，不知道对于秋元小姐来说，有没有哪个桥段是自己印象最深刻的？寿司を丸っていう。人間になって、原作では犬なんですけど、が骨がバーンって折れるところ、骨を折って一本一本折っていくっていう戦いがあるんですけど、そこはうわーって、もし自分だったらどうしようって、なんかその場にいたんですけど、すごく思っちゃいました。哇，看来这部电影真的有相当多我们一般人没办法想象的事情发生，这也让我们更加的期待。相信呢，电影的票房一定会相当的好。可是呢，我们也
有感受到啊，哇，秋元小姐本人呢跟主角啊 A 呀是蛮相近的，胆识很高啊，然后什么事情呢都很勇敢去做，行动力也很强。不知道说秋元小姐在诠释这个角色的时候，有没有地方也是让自己觉得啊，如果是我的话，其实我也一样会这样想，或者是其实我也一样会这么做。自分だったら、どうだろう。でもそのエイヤっていう役が、本当に、なんだろうな、あまり人に興味がないというか無気力な人間、すごくクールで無気力な人間だけど、そういうちょっと刺激だったり危ういものに憧れを抱いてる。でもなかなか手を出せない、ちょっと臆病な部分もあるってところは似てるかもしれない。跟我们想象的地方不太一样哎，我们以为是在勇敢的部分，没想到是比较脆弱的方面，跟自己的个性比较像哦。そうですね。なんか意外に熱いんですけど、熱い心を持ってるけど、なんか冷たいっていう A やは本当に元々はずっとなんかすごい冷たい人間っていう設定だったんですけど、そういう部分は似てるかなとは思うんですけど。どうなんだろう、脆い部分の方が似てるかもしれないですね。自分だったら絶対 SCM とか怖いから絶対手出さないと思います。不只是秋元小姐会害怕，我想所有人听到 SCM 这种装置，应该没有人敢带在身上。所以呢，这样的电影就是让我们可以好好欣赏，因为我们现实生活当中实在是太难尝试了。那最后呢，也想要请秋元小姐，因为我们台湾有相当的粉丝喜欢你啊，可不可以就是再跟我的粉丝多说几句话？このドレイクの原作は日本でも本当にものすごく人気になっています。台湾でもこのドレイクの漫画は本当に人気だと聞いて、今回実写化ドレイク台湾で私も PR として来れてすごく嬉しいんですけれども、この作品は SCM によってどん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 巻き込まれていく人間模様であったり、ちょっと刺激的なというか、こう戦いがたくさんあるので、こうゾワゾワしてもらったり、まあ怖いシーンだったりっていうのたくさんあるんですけれども、そういうところもぜひ楽しんで見ていただいて、自分はご主人様タイプなのか、奴隷になりたいタイプなのか、自分どっちなんだろうって考えるきっかけになる映画でもあるのかな。まあ漫画を読んでない方も読んでる方もキャラクターがたくさんいるので、この映画で知っていただくのもすごくいいと思いますし、漫画を読んでる方もこの映画を見て何か思ってもらえたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。是没有错，我们今天也非常感谢秋元彩佳小姐接受我们的专访，ありがとうございます。希望未来呢有更多精彩的作品可以跟我们的粉丝们见面，再次谢谢，谢谢。真没想到私底下的秋元小姐是如此平易近人，一点大明星的架子都没有呢。啊，已经被 Akimoto-san 融化的粉丝们请振作，可别以为我们节目只有访问那么简单而已哦。身为 SCM 的持有者 A 呀，秋元小姐要向大家宣告的挑战后戏还在后头呢。